フランシスコ・フィリオ、初のこのリング、どんな風に見てますか？おっと、右は入り、2ステップでできましたね。ちょっと攻撃ですね、はい、さあ、それに対して長坂もパンチを出していきますが、ここです、右ストレート、やはり出てきた、右ハイ、これはガロー、ロープを追い詰めたいですよね。徐々に徐々にプレッシャーをかけるガロー、このあーっとハイキック、これはなんとかガードした長坂、しかし1ポイント差ではありますが、3対0の判定で長坂剛を下し、準決勝進出、ミドルでガード下げててハイですよね。 K1 は空手家にとって絶対に不利、でもその範囲を超えることが極真のプライドだと話していたフランシスコ・フィリオ。東京ドームで負けられない一戦、ものすごいガードを固めてきましたね。固めてますね、はい、いいですよ。守るときは守る、そして攻めるときは攻めていく、しかしカウンターが入ったスケルトンの左です。右のローキック、フランシスコ・フィリオ、こちらもローキックを返します。マット・スケルトン、イギリス、様子を見てますね。今の今コミュニケーション良かったですね、はい、さあ、この大英帝国の進化を進めるか、右フック、どういう風に動いていくか。マット・スケルトン出てきましたよ。マット・スケルトン、はい、出てきましたね、うん、スケルトン出ていった、これはフィリオの動きを見切ったのか、ヒヤッとしますね。非常にこのモチベーションが高いマット・スケルトンです。イギリス大会に優勝して、そして一気にこの東京ドームへ駒を進めようとする、そのマット・スケルトン。マット・スケルトンパンチうまいですからね、特にこの今のアッパー気をつけた方がいいですね、はい、大丈夫です。おっしゃったですね、今のカウンター、カウンターのチャンスでしたが、フィリオカウンター狙ってますよ、しかし今までで一番の体つきと言われているマット・スケルトンです。あの体重はマット・スケルトン、しかし倒れません、踏み寄せたマット・スケルトン、これはこんなことでは倒れないよ、そういった顔をしましたマット・スケルトン。ゆっくりと前に出るマット・スケルトン、それをかわしていきたいフィリオ、極真の名にかけてこの試合は負けられません。極真勢3人、最後の砦でフランシスコ・フィリオ、見事にマット・スケルトンを破りました。ショーが始まります。フィリオ選手はですね、はい、一山を超えたんでこれでリラックスしてですね、うん、まあ、さらにあの破壊力を増した攻撃ができるようになればいいんですけどね、うん、やはりあのイソベーシャンもまだ緊張感があるんだというふうに、ね、準決勝でも話していらっしゃいましたが、はい、果たしてこの決勝でそのフィリオらしさは出てくるか。しかしでもあの準決勝スケルトンを一撃でのした ね、 そうですね、あのパンチはさすがという感じ、はい、しました。右ストレートから左フックはシリル・アビディ、あの勢いはアビディがありますよ、ありますね、はい、もう1回戦のアーツと2回戦のセホというベスト8ファイター2人壊しましたからね、壊しましたからね、はい、もう本当破壊者ですよね。この大会が始まる前に実は石井館長が館内の方に挨拶をされましたが、その時に館長がおっしゃった言葉、何か波乱の予感がする。石井館長、当たったじゃないですか、その予感は。当たりたくなかったんですけどね、だからフィリオ選手は、あの2回戦戦いまして、はい、非常にいい状態ですね、リラックス、あ、そうですか、リラックスしてますよ。一方のアビディもかなり激しい戦いを2つ続けてますが、そのあたりはいかがですか。あの、ね、やっぱ若さですよね、もう本当にあの目は全然死んでないし、そうなんですよ、この決勝勝って、あの優勝賞金取るんだっていう、もう意思が、なるほどね、現れてますよね。何事もなかったような顔してますもんね、はい、アビディは。2回戦を見る限りは、準決勝を見る限りは、アビディの方がダメージ絶対ありますね。あ、そうですか、さあミドルキック、誰と戦っても名勝負になりますね。いや、すごいですね。いや、今の言葉に、のりかさんもうなずいてらっしゃいますが、どういうふうにご覧になってますか、のりかさんは。素晴らしいですね、もうやられっぱなしじゃないというか、きっちり返して本当にね、はい、そのフィリオの胸元に入っていきます。シリル・アビディ、聞いた聞いた、カウンターはさあどうだ、あのアビディ選手ですね、やっぱりあの足が効いてますよね。そうなんです、効いた効いた、このキックが効いた、
攻めてほしいね、はい、確実に第1ラウンドあのローキックシルバーアビディが大きなダメージを抱えています。まだアビディが奇跡を起こしたら決めた、ね、聞いたローキック座り込んだ。やはりローキック、やっぱり怪物フランシスコ・フェリオ、新しい波を蹴散らしました。極真の底力みたいな感じ、ボンズから這い上がった極真世界王者。嬉しそうな磯部師範、極真勢が本当に嬉しそう。フィリオ、ペタス、グラウデ、この K-1 オリンピで連敗を続けていた極真勢が見事な活躍。やっぱりフランシスコ・フィリオです。最後ですね、本当にパンダが名古屋で優勝してますから、はい、本当にまたこれで東京ドームが楽しみになってきましたね。これは東京ドームでバンナ・フィリオという戦いがね、まあ、わずかにありますからね。